お疲れです。今日は何します？今日は、まあ、仕事の後なんですけど、ジム行って胸のトレーニングを皆さんにお届けできたらなって。わかりました、行きましょう。今のところ思ってます。はい。はい、どうも筋肉お父さんもです。お願いします。今日は、仕事後、サラリーマンの人だったら、まあ、勤務後ですね、ジムに行って体を鍛えましょうと、ボディメイクしましょう、そういった動画になります。今日は胸のトレーニングをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。小学生の頃はずっとセブンイレブンの店員になりたかったっす。もう家の近くのセブンイレブンのおっちゃんがめちゃくちゃかっこよくて、俺絶対にセブンイレブンの店員になるんだって決めてました。牛飯なんすよ。そこがやっぱいいっすよね。うん、すき家は美味しいんだけど、松屋のすき座元って感じ。吉久はまあ、うん、当たり障りないね。それはやっぱ何と言っても電子レンジ。なんでかってやっぱ俺も何でも温められる存在になりたい。包んであげたいんですよ、あの温かさで。
感じですね。いやー、それはやっぱりお邪魔してもらいましょう。めちゃめちゃ流行ってましたね、周りで。やっぱ誰もが一回憧れるっていうか、やりましたよね、あのポーズ、変身の。胸のトレーニングが今日はできたと思います。一応8月2日のサマースターでやろうと思ってるんで、それまで頑張りたいなと思います。高評価、チャンネル登録お願いします。どうしたお疲れさまでした。お疲れ。疲れた。意外と喋りながらだときついよな。疲れたよ。で、その仕事後にジムはでもまあリフレッシュにはなるよね。うん。やっぱり。だいぶ恥ずかしいこと言ってたの分かってる。俺？うん。例えば？温めたいからとかいつだよ。わけわかんない。電子レンジの下り？電子レンジの下りとかさ。いやいや、それじゃ逆に。俺の好きな家電は掃除機だよね。なんで？理由？吸い込みたいから。え？意味わかんないな。お前も意味わかんねえから。またトレーニング動画撮れたら撮りましょう。またこのトレーニングシリーズを。うん。またやっていきましょう。地道に。